こんにちは、黒橋ずこです。今日はナインパッチをミシンで縫う方法をお教えしたいと思います。私流のミシンの扱い方、そして待ち針の打ち方とか、他の人とは違うかもしれませんけども、参考になるといいなと思いながらお知らせしたいと思います。最小単位のところから縫いますけども、これを隣同士を1枚にしようという時に一番大事なのが、まっすぐ縫えるっていうことも大事だけども、待ち針を打つという作業が結構大事なんですね。で、昔のお針の先生は下手の長糸っていうのを皆さん聞いたことあると思うんですが、下手な長糸、上手の待ち針って言って教えたもんだそうです。で、このコーナーごとに2枚の切れを通って待ち針を打ちます。それで出した待ち針を私はこうしてトントンとします。そうするとここの間、2枚の切れの間に隙間を空気抜きと思ってください。そして絶対にこっちに打たない、こう打つんじゃなくって、こう打つと和裁の縫い代って1センチはあります。だけど私たちのパッチワークの縫い代は5ミリか6ミリね。こうしてまっすぐ角に見ながら打ってください。1枚を取ります。通り抜けたらこうしたら、ここをすくって、ここに針を置いたところで後ろにまっすぐ行って、この線上に針を出してくる。そうするとまっすぐ布が動かない状態にここ通します。今こっちを通したら寸法が合ってるはずですから、こっちもちゃんと角に出てきました。ひとすくい、こうするとこちらの切れとこちらの切れの寸法をちゃんと合わせ持ったものになるから、縫った時にズレを生じません。で、これをひとしきり打ったらここで縫います。で、今私のこのミシンの押さえ金は5ミリ押さえになっておりますから、ここに5ミリの縫い代だったら、ここに切れを揃えると5ミリが縫えるようになってるんですね。縫い目は2センチか、気持ち1センチ8ミリで、普通今のミシンはオンにした、全部でもう縫えますよっていう状態にした時にミシンの針目が 2.4 から2.5 になってるはずなんです。それが標準の縫い目っていうことで、で、その縫い目はメーカーによって違うんですけども、標準の大体 2.4 が多いかな。で、外国のだったら 2.5 っていうのもあります。 2.4 っていうのは洋裁をする、洋服を縫う時の標準の基本的な縫い目になっておりますので、そこで、どこかにそれぞれのミシンに針目の大きさを調節できるところがあります。その調節の 1.8 とかねっていうところに直進縫いの針目を設定し直して縫い始めてください。針を休めといて待ち針を抜いていくのがいいですね。で、その時にこういうマグネットの小さいのをそばに置いとくと、縫っては、こっちの方がいいね。ここまで縫ったら次をまた持ってくる。ハサミの印があるミシンだと自動的に糸が切れます。そして1枚つけました、2枚つけました。これで1列が縫えました。1列と1列を縫うと、これで今から
3列目を縫ってここで初めてナインパッチができるんですが、この角の縫い方をやっておきますね。で、アイロンをしておきましたから、この縫い代はこっち向きに倒れてます。で、こっち向きに倒れてます。で、コーナーとコーナーで、そしてすくいます。で、今度は、こちらの縫い代はこっちに倒して、後ろの下の縫い代を反対に倒しますと、片方が異様に厚地になる、厚手になりませんね、倍になりますから。で、角角を待ち針で留めることによって角が合う。で、こう長くなってきましたら、待ち針だけではなく、これは畳針なんで、畳屋さんが畳のへりを縫う時に使ってた針なんですけども、今は畳屋さんもミシンで縫ってるから、こういう道具がいらなくなったっていうことで、売れ残っていたのを針屋さんから仕入れるようになりました。とても都合がいいんです、ね、このまた途中でこうしてると、絶対に違ったところにの下を押さえてはいませんので、で、ここまで来たら、このミシンには糸切りがついているので、それは便利です。とりあえずはこう爪アイロンをしておきます。そうして裏を返すと、これをこう開くと、この端を返しにも何もしてないのでほどけてくれますね。で、ほどいてこういうふうに、全部表が裏で見えるようにくる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 回していくと、表の収まりが角角で合う仕掛けです。さっきいろいろと悩んでいた色も決まって縫い上がりました。これが表です。それから裏の始末なんですけど、皆さんね、アイロンはどっちにかけるのが本当ですかってお聞きになるんですね。だけど、どっちも間違いではないんです。どっちに倒してアイロンすると表が綺麗にできるかっていうことを重視してやってみてください。だから、こういうふうに奇数であると、どうしても、どっちかに無理がいってしまうことがあります。で、一末だったらずっとこの大きさの、小さい方の大きさで縫ったナインパッチが連続しているんだったら、こういうふうに、角角が全部表を、縫い代が表を向いてくれるっていう倒し方ですね。風車って呼んでおりますが、こう倒していくとうまくいきます。でも途中で一枚切れが大きく入ってくると、あっちに向き、こっちに向きが、無理が来ることがあります。その時には一番構わず、これを大きく斜めに三角にするんじゃなくって、この四角つなぎの大きいのと小さいのが合わさるところでひねってください。そうすると無理をさせたところはこの角だけなんですけども、それはそれで縫い代をちょっ
ほどくっていう感じになるところも出てきますけども、もう縦横が縫われていた、いる跡なので、ミシン糸を切りさえしなければほどけることはありません。で、どんなに下手に縫えていても、下手に縫ってるから洗濯を3度したらほどけてきちゃったっていうことはないので心配しないでください。で、上手にできるだけが素敵なんじゃなくて、ちょっとおかしくなってって、ちょっとずれてるわって、ずれはほどけなきゃいいのよっていう、洗濯した時にほどけなきゃいいよっていうぐらいのつもりで縫い始めは挑戦してもいいんじゃないかなと思います。